一方男性のオフシアンニコフは、いい感じである、コンパルスリーの出来には満足している、特にゴールデンワルツはとてもいい演技ができました、リラックスして滑ることができましたと。現在2位の、ロシア若手のクリロワ、オフシアンニコフのコメントが入りました。アイスダンスのコンパルソリー第2課題のアルゼンチンタンゴももう残るところ6人となりました。これから第4グループの演技が始まります。19組がアルメニアのゼニア・スタメンコ・サンフェル・ケザリアン組です。20番がアメリカのジェシカ・ジョセフ・チャールズ・バトラー組、21番ドイツのカティ・ウィンクラ・レネ・ロゼ組、22番がイタリアのバーバラ・フセールポリ・マウリッツォ・マルガリオ組、そして23番日本の河合彩、田中博組、24番がイリナ・ロバチェワ、イリア・アベルブフ、ロシアのカップルです。現在のところロシアのグリシュク・プラトフ組がやはり世界ナンバーワンの実力を発揮して、このコンパルソリーでも完璧な、演技といいますかスケーティングを見せて現在トップに立っています。さあ日本の河合彩、田中博、第一課題のゴールデンワルツでは非常にいい演技を見せました、本人たちも満足のできる演技だと喜びを話していましたが、このアルゼンチンタンゴどんなスケーティングを見せるでしょうか。先ほどのゴールデンワルツがおそらく大きな自信になっていると思います。河合彩、田中博の日本のアイスダンスの代表です。今映っている女性の河合彩さんは青山学院大学の学生ですが、アイスダンスについて全体を見て採点する競技、表現を見てほしい、特にアイスダンスはフィギュアの中でも指先とか顔の表情、そういう細かい点まで気をつけている種目ですと話をしていました。リンクサイドにお上がりください。フィギュアスケートの白田監督の顔も見えます。それから樋口コーチの姿も見えています。